様こんにちは、奥濱春彦です。さて今回はブラストの意識、次回のケブラーダを美しくそして正確に回るためのテクニカに入る前に、どこを意識すればブラストの形ラインがきれいに見えるか、また肩が上がったり脇やお腹が開いたりしないようにするためには、などの手助けとなるポイントをお伝えしたいと思います。腕を上げたり下げたり開いたり閉じたりすることは誰にでもできますが、それを舞踊の美として成立させるためにはやはり特殊な意識を持たないといけません。その意識の仕方を今回は分かりやすくお伝えしたいと思いますが、ブラストの4つのポジションの基礎、それは別動画で詳しく説明してありますので、概要欄に貼ってあるブラストポジションの基礎をご参照ください。それでは始めてまいりましょう。それでは一つ目のポイント、それは前鋸筋という筋肉になります。この前鋸筋を意識すると肩が上がらない、脇が締まる、つまり肋骨を閉じることができて、ということはお腹が開かない、お腹が開かないのでバランスが取りやすくなるというとても便利な筋肉です。それでは前鋸筋の場所と使い方や意識の仕方の説明に入ります。前のノコギリの筋肉と書いて前鋸筋と読みますが、読んで字のごとくこの筋肉は体の背面後ろの方から前の方に向かってノコギリの刃のように出ている筋肉です。では実際どの骨についているのかというと、肩甲骨の外側から体の側面の肋骨に向かってノコギリの刃のように、そうこのような感じの筋肉となっております。横から見るとこのような感じに見えますが、この筋肉の使い方のポイントは、肩甲骨の外側を脇の下のこの肋骨の部分に近づけるように締めることで、肩が上がらない、脇が締まる、肋骨が閉じる、そしてお腹が閉じるという仕組みになります。それでは実際に自分の体でこの前鋸筋の意識を行ってみましょう。このように肩甲骨の外側を探して、肋骨のこの脇腹の下の部分ですね、ここに近づけていくようにこう締めてあげると、キューッと肋骨も締まってきて、踊りとしての正しい上半身ブラストの位置がキープできますけど、この前鋸筋が抜けてしまうとこのようにお腹もぽっこり出てしまい、だらしない形になってしまいます。もう一度前鋸筋を締めてみましょう。そうすることで肩も下がってあばらも締まって、このような綺麗なブラストのポジションがキープできるというわけですね。前鋸筋を鍛える方法として四つん這いになって、このように腕立てをするのではなくて、この筋肉を意識してですね、肩甲骨の外側を肋骨に近づけてくるように肘を丸くしてあげるという小さな動きだけ、これだけでも鍛えられます。この前鋸筋を鍛える、そして意識できるようになるだけで肩が下がったりする効果もあるんですけど、ただこれだけだとこのように今度前肩になってしまって猫背になってしまうという危険性があります。そこで次のポイントに、右後突起という骨の意識が必要になってきます。この右後突起ですが、肩甲骨の骨の一部、突起状に出ている骨で、
肩甲骨は体の背面、後ろにある骨なんですけども、この烏骨突起は体の前面に出てきている突起状の骨になり、この烏骨突起を外に開いて、そして下に下げてあげることにより、猫背にならず、そして先ほどの前鋸筋と合わせて踊りの正しい肩の位置、ブラストの位置をキープすることになります。それでは実際に自分の烏骨突起を探してみましょう。鎖骨が始まるところ、胸のセンターからちょっと離れたところですね。それを伝っていくと、鎖骨は肩の上の方に螺旋を描きながら伸びていってますけども、この鎖骨の骨の下の部分ですね、骨より下の部分、それを肩の方へ伝っていくと、コリコリという丸い骨があります。両手だと分かりづらいかもしれないので、片方ずつやるのもいいかもしれませんね。鎖骨の下を肩の方に伝っていくと、この辺りですね、ここにコリコリという骨があります。反対も伝っていって、コリコリを探して、これで烏骨突起左右場所分かりました。この烏骨突起を開いて、そして下げてあげる。最後に最初にやった前鋸筋を締めてあげると、正しい踊りとしての上半身の位置になり、これらが抜けてしまうとみっともない形になってしまうので、この2点をよくしっかり意識してあげましょう。これをキープしながら、ブラストのポジション、例えばこれはアンナ版ですね。そこからアラセゴンに開いていくときも、動かすときも、この2箇所の意識を忘れないように。抜けてしまうとお腹が開いてだらしなく見えてしまいます。その次に暗黄に上げていきます。暗黄に上げていくときも2箇所の意識気をつけながら、上がった時ももちろんそうですね。同様に抜けてしまうとお腹が開いて肩が上がって腕もきれいに見えなくなってしまうので、しっかり下げる。この肩が下がると首が長くなって顔も小さく見えます。そのままアンバ下まで下ろしていきますけども、この下のポジションも休めのポジションではなくて、このポジションでね、2箇所抜けてしまうとただ休んでいる状態になってしまうので、烏骨突起開いて下げて、前鋸筋しっかり締めて、正しい腕のポジションをキープするようにしましょう。はい、というわけで解剖学的説明をしてきたんですけども、ちょっとなかなか難しいわという方用に、最後のポイント3としてですね、皆さんもアイロン掛けしたことあると思うんですけども、これを使ったブラストの意識を説明していきたいと思います。洋服には前身頃と後ろ身頃とありますが、今回特に意識したいところは後ろ身頃の方ですね。例えばこのような白いブラウスを今からアイロンかけるときに、今丁寧にアイロンかける前に伸ばしていますけども、この後ろ身頃のセンターから肘にかけてのこの部分ですね、ここをしっかりとシワを伸ばしてあげる。そしてアイロンを使ってさらにここの部分のシワをきれいに伸ばしてあげるような意識、つまりですね、ポイント3はこの後ろ身頃の特に袖口の部分のシワをアイロンで伸ばすような意識ということです。つまりブラストを使うときにですね、この後ろ身頃の、洋服ブラウスでも構わないんですけども、この部分にシワを入れないように、いえシワを入れないというよりも、このようにアイロンでこうシワを伸ばしていくようなイメージでブラストを使ってあげるということです。今アンナ版にいますけども、そこからアラセゴン横に開いていくときに、この部分ですね、このようにシワが入るような開き方をしてしまうと、先ほどの烏骨突起前鋸筋も開いてしまいます。なのでアイロン掛けをするようなイメージ、肩甲骨から肘にかけてのこの部分の衣装、洋服の部分にシワを入れない、
いえ、シワを伸ばすようなイメージで腕を開いてってあげると正しい腕のポジションに持っていけます。暗号に上げていくときも同様で、腕上に上げるの難しいですけどね、このようにシワがキューッと入っていかないように気をつけたいところ、ここね、なかなか難しいんですけども、アイロンがけをしていくようなイメージ、特に袖口、肩甲骨、肘にかけての部分をシワをアイロンで伸ばしていくようなイメージで、ちょうどこう肘から先だけ上がっていくような感覚とでも言いましょうかね。そうすると肩が上がらずに前鋸筋も締まったまま顎に上げられます。そこからあらせ群に開いていくときもまたこのようにシワが入っていかないようにアイロンがけ、シワを伸ばしていくように気をつけながらあらせ群に下ろしていきます。最初はね、ゆっくりと練習してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。というわけで次回はケブラーダをきれいに回る、美しく正確に回るためのエクササイズをゆっくり行っていきますが、今回やったこのブラストの意識はですね、もちろん何もケブラーダだけではなく、当然他の振り付けや踊り、すべての舞踊の動きに当てはまることなのでね、とはいえなかなか難しい意識だということも分かっております。基礎がね、やっぱり一番難しいかなとも思いますので、諦めずに根気よくゆっくりと丁寧に練習するようにしてみてください。それではまた次回のケブラーダのテクニカでお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。